どうもです。今回ですね、当チャンネルでは富山県あるあるやシュールな動画を配信していて、嬉しいことにコメントをいただいていて、あるある系のコメントも多いんですけど、コメント欄をいつも見ていて思うのが、コメント欄結構面白くないけって思いながらいつも見てるんですよ。まあ、なんで動画のタグの方にもメインはコメ欄っていうのを全部の動画につけてますね。またむしろコメ欄の方が面白いっていう回も普通にありますね。まあ、せっかくたくさんのコメントをいただいているので、動画の方でコメント欄の声だけで富山県あるあるっていうのを試しに作ってみようかなと思い今回は動画にしていました。まあ、好評であれば、まだまだたくさんコメントがあるのでシリーズ化していこうと思います。あと今後コメントしづらくなるかもしれないので、アイコンと名前の方は隠して紹介していこうと思います。それでは行きます。1つ目は富山の有名人に関するコメントですね。自分は富山の有名人といえば柴田理恵さんと言ったんですけど、もしかしたら最近だったら富山の有名人イコール八村塁や浅野山っていう人増えそうだな。もちろん柴田さんは安定で好きだけどねっていうことなんですけど、確かに前までは富山の有名人といえば柴田理恵っていうのが不動のフレーズだったんですけど、最近では八村塁さん、浅野山、他にもはじめ社長とか馬場雄大さんとか、富山の若い世代の有名人確かに増えてきていますね。特に浅野山っていうのはもう大関にもなって、もう年代問わず認知度はもうかなり上がってきてると確かに思いますね。なんでも富山の有名人といえば柴田姉さんっていうのはちょっと揺らいできつつあるのかなと思うところでありますね。二つ目は僕の6年の担任柴田理恵の家の向かい爆笑。ということで、柴田理恵さんに関わらず、富山出身の有名人の方であれば、富山県は狭いですし、友達とか知り合いで、どこかしらで繋がるっていうのはよくあることかもしれないですね。でもこれ6年の担任の先生ということなので、ホームルームとかで、皆さんに一つお知らせがあります。私の家の前には柴田理恵さんが住んでます。なんかカミングアウトしたんですかね。にしても柴田理恵さんはもうかなり有名なので、羨ましいですね。3つ目はイオンもファボも大きくなったね、広すぎて歩くの疲れる。これは確かにそうですね。イオンとファボーレは去年2019年に両方リニューアルしたんですけど、イオンは新館旧館をつなぐ通路が結構長くて、ここでもかなり疲れますし、ファボーレはもう自分方向音痴なので、未だにファボーレに行ったら迷いますね。ほんとダンジョンだと思います。ファボーレはダンジョン。4つ目は友達がハッピータイムに出ると結構学校とかで話題になってました。僕は出たことないですが。ということで、ハッピータイムは全国番組と思いがちですが、県内ローカル番組で、その日誕生日の富山県民で番組に応募された方を毎日番組でお祝いしていくという、なかなか個性的な番組ですね。結構1歳2歳とかで子供の時に出るというパターンも多いんですけど、番組年齢制限自体がないので、学生の年代でも出演されている方もいますし、県内ローカルといえどテレビに出演するので、確かに身内とか友達の中では結構話題にはなってましたね。ちなみに自分は、1歳の時ですかね、出演したことがあります。5つ目は大阪屋のコロッケ安いですよね、定期的にうちの食卓に出ますということで、石川にも店舗ありますけど、富山といえばスーパー大阪屋人気ですね。であと大阪屋といえばコロッケが有名ですし、1個20円で5個で100円とかで販売されてますね。自分の家でも食卓に出ましたし、あとスーパーの帰り道で車の中でつまみ食いするっていうのも自分はよくしてましたね。6つ目はブラックラーメンなんで食べるかわからん富山県民。テレビとかメディアでは、富山県民が大好きなおなじみブラックラーメンって感じで放送されることもあるんですけど、でも実際富山県民の自分からの目線としては、結構地元でも賛否両論があるラーメンかなと思いますね。なんでこのようにブラックラーメンなんで食べるかわからん富山県民っていうのも、地元民のリアルな声の一つだと思いますね。自分も結構味が濃いので苦手なラーメンには入りますね。7つ目は富山県民すべて親戚説。これちょっと極端ではあるんですけど、でも見た瞬間確かになとは思いましたね。親戚まではいかなくても、富山県民は初対面の時は友達とか地元が一緒とか、共通の知り合いがいるとか、何かしらで繋がるっていう確率が結構高いかなと思いますね。なんで富山県民は親戚まではいかなくても結構な人数が繋がっているというのは間違いないと思います。8つ目は石川に謎のライバル心。そんなバチバチの敵対心まではいかないんですけど、でも富山の隣県の中では、石川へのライバル心があるのかなと地元民の自分も感じますね。でも富山県民も金沢に買い物に行ったりしているので、石川が嫌いとかではないですね。でも相撲とかで石川出身の遠藤関と富山の浅野山が取り組みの時とかは、応援にはより一層力は入りますね。
9つ目は富山と漢字で教えると富士山と言われる。これは出身地富山県って言った時に、え、富山って富士山あるところっていう感じでなんか軽くいじられる時によく言われる言葉ですね。富山に富士山はないです。富山にあるのは立山です。10個目は子供の時に友達に夏休みはアメリカは行くと言ったら、すげえアメリカ行くのって聞き間違えられて修正できない自分がいました。ということで、まあ、地元民であればアメリカはって今では聞き馴染みのある地名だと思いますが、まあ、改めて文字として見るとアメリカはってなかなか癖のある地名ですね。なんで子供の時であればこの会話は想像できますし、なかなかシュールですね。はい、ということで今回はコメント欄の中から富山県あるある10個ピックアップしていました。いつもコメントありがとうございます。で、好評であればまた定期的にシリーズ化していくので、またよろしくお願いします。この動画に対してもまたコメントの方はご自由によろしくお願いします。それでは今回は以上です。最後までご視聴いただきありがとうございました。